おはようございます、はい、こんなぬるっと始めてるんでいいんですか。あ、わかりました、はい、ツインパワーは、まあ、正直シマノって、まあ、バンキッシュステラって言われることが多くて、で、まあ、どっちがハイエンドなの論争あるんですよ。で、まあ、シマノとしては別のシリーズっていう、いう風な認識でいます。コアソリッドっていう、まあ、重量よりもどちらかというと剛性感だとか、そういったものを優先しているステラが頂点にいるシリーズ、コアソリッドとクイックレスポンスっていう、まあ、バンキッシュが頂点にいて、まあ、ステラほどの剛性感はないけれども、まあ、バスフィッシングだったりだとか、まあ、エリアトラウトだとか、はい、まあ、シーバスとかでチームですね、といったところで、まあ、軽さが欲しいよっていうリールのシリーズがあったんですけど、この子は、ツインパワー自体がもともと、コアソリッドの2番手です。で、ね、これはですね、ちょっとおまけ話なんですけど、はい、某 YouTuber さんと今回、まあ、ステラとの回し比べをするかどうかを議論になったんですが、まあ、今回はちょっとまずくないかって話にはなりました。分からないと思う、うんうんうん、ので、まあ、前回のでも相当分かんなかったんですけど、まあ、今回のは本当にきつい、うん、正直グリスの塗布量の多い少ないぐらいでしか僕らも分かんなくて、馴染んできたものを巻いちゃうと正直100発100中で当てられるかって言ったら結構厳しいぐらい、まあ、だいぶ肉薄してる性能というかフィーリング感は持ってると思います。で、まあ、皆さん知ってるこのインフィニティループっていう 上下動が遅いね、オシレート、はいはい、が搭載されてて、でこの下にストラディックってあるんですけど、ストラディックはもう出ているんですね、去年出てるので、そこからいくと、まあ、ストラディックとツインパワーの間にこの搭載の可否というか搭載非搭載があるって思ってもらえればいいんじゃないかなと思います。でそういった意味でいくとインフィニティループがついている機種の、まあ、一番安いというか、まあ、バンキッシュステラの方が高いのでその中では一番安いモデルには一応なる。SNS で結構論争に、はいはいはい、はい、従来の中田の時の最高峰がツインパワーだったので、うんうんうん、ツインパワーにも乗っちゃったぜってところで、そうですね、そうですね、はいはいはい、安否じゃないんですけども、うんうんうん、苦手な人も、うん、なんで苦手なんですか。ですね、まあ、これで多分、まあ、人それぞれキャスト、キャストの仕方とか、もっと言ったらフェザリングの仕方とか違うので、何とも言えないんですけれども、ただ一番今僕ね背負っている大問題がありまして、リール開発で一番偉い人が今からさっきからね俺をずっとガン見してるんですよ。映せないと思うんですけど、俺ねめっちゃ言葉を選んでるんですよ今、本当に一語一句。いや本当にね、普通の社員さんだったら僕ここがっつり突っ込むんですけれども、そう、一番まずい人がずっと見てるから余分なこと聞いてきたなって今思いながら僕は対応しているようなイメージです。それ聞きたくて、はい、やっぱ来年ゴールドパッチ、はいはい、正直ね僕はねあんまり感じないんですよ。でただやっぱ感じられる方がいるっていう事実もあって、まあそういった方にはそれこそもう言っちゃっていいですか。はいはい、それこそ、あ、いや、それこそまあ、20ツインパワー使っていただいても結構だと思いますし、であとは先ほど言ったようにストラディックから下は入ってるから、まあ、そこっていうのは、まあ、そういった意味での使い分け本来本意ではないですけれどもされる方もいらっしゃるんじゃないかなと思ってます。で僕自身もそうなんですけど20ツインパワーは正直ね一回もオーバーホール出さずにここまで来たんですよ、はい、僕は、バンキッシュとかだったら2年に1回出すんですね、はい、なのでモデルチェンジをまでの間に、まあ、大体2回出すっていうようなイメージなんですけど、はい、1個前のツインパワーは僕変えずに来ちゃったので正直もう聞かないでいてほしいんですけれども、今ちょっと安くなってたりすると思うんですよね、はい、なんで逆に20ツインパワーが買うっていう方もいらっしゃるのかななんて思ったりもしてます、はい、でやっぱ それだけ胸を張って4年前のリールですけど、はい、僕は使ってもらって結構だと思ってるので、はい、まあ、そんな方もリアルにいるんじゃないかなと、はい、まあ、ただそれ言い出したらもう新しいもので使えなくなるから、うん、僕としてはすごく満足はしてるかな、はいはいはい、で、まあ、インストラクターの間、シマノのインストラクターの間なんかでもよく言われるのは、まあ、ステラ1台送ってくるんだったらツインパワー2台送ってくれた方が助かると、2500と4000とかね、釣り物に変えて、それこそ40001台送られるぐらいだったらツインパワー2台の方が助かりますっていうプロも、で、まあ、それこそ何ですかね、違うラインを巻いたりだとか
まあ、じゃあどっちか休ませてオーバーホール出してる間にもう一個使ってるとか、そんな話が結構多いような今回のツインパワーじゃないかなと思います。素朴な印象なんですけど、うんうん、全部今年結構黒でまとめて、はいはい、この色でまとめてきたなって印象があるんですけど、はいはい、そこを聞いたりはできるか、ね、僕としては厳密に言うと、はい、前回のツインパワーがちょっとバグってたんですよ。あのツインパワーって本来はこの色で、旧来のものを見てもらうとそれこそ90年代から基本的にこの色なんですよ、はい、ガンメタです、98でしたっけね、98ですよね、98ぐらいからずっとこの色なんですよ。昔のツインパワーで調べてもらえればいいと思うんですけど、で1個だけおかしかったのが20ツインパワーだったんですよ。で賛否両論それもあって、あのデザインがいいって方もいらっしゃるし、だからそこから覚えてる方からするとなんでこの色になったって感じなんですけど、昔から知ってる人だとあツインパワーらしいっていう評価なので、あの僕はどちらかというとこっちの方が好きです。今回あの TP がなくなったんです。あ、そうですね、そうだから前回のはちょっ と、デザイナーが攻めてたんですよね。はい、なんで穴にゴールドを入れてって、で、まあ、あとはもう一個違うとかね、バリアコートスプールリング、はい、ステラとか、あとはツインパー XD にはついてたんですけど、ここのエッジが、まあ、傷つきにくい、はい、で逆に言うとこれバンキッシュにはついてないです。あ、そうなんだ。はい、ちょっと重たくなったりもするのもあって、だからもうそこコンセプトガラッと変えてるんですよね。傷つきやすいとか、その剛性感を傷つきにくいとか、はい、剛性感を集めてる、コアソリッドシリーズと、はい、まあ、なんとしてでも軽くスルマンのバンキッシュのを頂点とした、クイックレスポンシリーズか、の2つがあるので、まあ、そこなんかも、いいんじゃないかなと思います。なんでショアの、ソルトアングラーとかには結構待望のリールじゃないかなとは思います。じゃブラックバスでは黒田さんは今のところ使う、うん、あ、そうですね、使わないと思います。全く使わないと思います。そこはもうバンキッバンキしかステラを使うと思います。はいはいはい。じゃあ海の浜名湖の黒大とかで、うんうん、ここら辺がそうですね、はいはい、可能性が今後あるよっていう。はい、で例えばですけど、まあ、僕らの場合ステラもツインパワーもストラディックもバンキッシュも全部持ってるんですけど、例えばじゃあこの釣り物をしたいよってなった時に、例えばじゃあライ偶然巻いてあるラインがステラだといまいち、フィットしてなくて、じゃあツインパワーに巻いてあるラインが偶然ちょっとフィットしてるってなったら、別にそこの差は全く僕は感じないです。どっちでもいいです、もうどっちでもいい、別に超過差変わらないの知ってるから。だからもちろんねステラを使いたいって方もいらっしゃると思うんですけれども、まあこれだから、あーちょっと待ってよ、明日試合当日だからとか、ロケ当日だからステラに変えたいなとは1ミリも思わないかな。これはリアルなところで、まあ、多分変わんない、何も変わんない、うん、なんかでも昔のツインパワーとステラの位置づけにまた戻ってきたような、なんかバンキッシュとかが入ってきてストラディックもいて、なんか昔ってステラツインパワーって印象だったのが、はい、一回ちょっと迷いがちというかだったのが、またそうから僕はツインパワーって感じに一回戻るのかな。いや厳密に言うとそのコンセプトって多分みんあの何も変わってないんですよ、はい、むしろ、どん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 僕のイメージですよ、はい、バンキッシュに関しては剛性が上がってどん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 ステラというか、コアソリッドの能力まで手に入れ始めてるのが今のバンキッシュなんですよ、はいはいはい、なのでそういった意味では昔よりも僕は曖昧になってると思います。みんなは多分そのバンキッシュっていうものが出て、バンキッシュっていう名前のリールを使いたかったから、バンキッシュってすごく一人歩き したイメージがあるんですけど、しっかり性能が見れてれば、あこれ全く違うリールだなっていうのが分かるの でそれが多分浸透してきて、そもそも値段でいくとバンキッシュの下がツインパワーなんですけど、はい、そういうもんじゃないっていうのがやっとみんな分かってきたっていうのが僕の正直イメージです。遅えよって正直思ってます、ぶっちゃけ。なるほどですね、うん、だからシマノも最初からそれは分かってるから、はい、だから逆に言うと最近シマノコアソリッドとクイックレスポンスってもう全く言わないです。みんなが分かるようになってきたから。ただやっぱまあそこシマノの説明不足もあっただろうなとは僕は思うので、なんでバンキッシュの下ではないですよっていうイメージだと思ってください。はい、はいはい。